スマイルクッキング。今日は牛めしを作ります。牛肉は大きい場合一口大に切ります。このように大きい場合は重ねて切ってください。生姜は千切りにします。香りの強い野菜はこのようにまな板の端っこの方で切ると、次に切る野菜などに香りが移りにくくなります。ごぼうはささがきにします。まず最初に包丁のこの背の部分を使ってごぼうの皮をこそげ取ります。皮と身の間に栄養がたくさん詰まっているので、すべて取り切らなくても大丈夫です。ごぼうは切ると色が変わりやすくなるので、お水に酢を入れてアク抜きと色が変わりにくくなるようにします。まずごぼうが太い場合はこのように縦に数箇所切り込みを入れます。切り込みを入れたら、このようにごぼうを少し回しながら包丁を動かしていきます。切ったごぼうはこまめにお水につけていきます。このように持つところが短くなってきて切りにくくなってきた場合は、ここから斜めに薄切りにしてから細く切ります。ごぼうがすべて切り終わったら一度水を変えてください。絹さやは筋を取ります。このようになり口のところを持って筋をこのように取ってください。絹さやを塩茹でします。沸騰したお湯の中にお塩を少し入れます。塩を入れて茹でることで色よく茹でることができます。ここに絹さやを入れます。10秒ほどさっと茹でます。茹で上がったら氷水に取ることで、この色をきれいに保つことができます。氷水に取った絹さやは粗熱が取れたらペーパーなどに取ってしっかり水気を拭き取ります。水気を拭き取った絹さやは千切りにします。このまま細く斜めに切っていきます。次に牛肉とごぼうを炒めていきます。まず最初にサラダ油と生姜をフライパンに入れます。サラダ油と生姜が入ったら火をつけます。ここで弱火でじっくり生姜の香りを出します。このように生姜の周りからふつふつと気泡が出てきたら牛肉を入れます。ここで中火にして炒めていきます。このように8割ぐらい白っぽくなってきたらごぼうを入れます。で、ごぼう全体に油が回ったら調味料を入れます。まずはアルコール分のものから入れます。まず酒を入れます。で、みりんを入れます。で、砂糖を入れます。で、醤油を入れます。すべて入ったら汁気がなくなるまで中火で加熱します。このように汁気がなくなったら火を止めます。炊き上がったご飯をボウルにあけて、先ほど炒めた
具材と白ごまを入れ混ぜます。まず炒めた具材を入れます。白ごまを入れます。ここで切るように混ぜてください。